振りづらい相手安定なんで絶対で取ってきたら超強いんですけど、まあとりあえず大丈夫かな、直帰かな相手、しかも振りづらい、まあ耐えるよ、これは耐える。でトリックルーム張りたいけどな、これ相手張らしてくれるかな、トリックルーム、まあトリックルーム張っていきます。トリックルーム張ってでガラガラ、はあ、もう待って、せこいせこい、それはせこいねえ、それ一発はせこくない、え、ちょ待って、せこえ、せこ、え、ちょ待って待って待って、これはやばい。はい、こんにちは、かまるです。今回もポケモン対戦やっていきたいと思います。で、今回ね、使っていくのが、アシゲーヌですね。まあ、私、アシゲーヌ結構使ってきてるんですけど、まあ、今回はね、ドリルプラス大魔エースとして使っていきたいかなと思います。で、今回の選出的に相手にあんまり刺さりは良くないな。パッチアゴンと、まあ、ジバコいるんで、まあ、ガラガラ確定選出でいいかな。ポリツーガラガラ確定で良さそうな気がして、ポリツーガラガラプラス、まあ、ポリツーガラガラアシレーヌとかでいいかな、これ。それで勝てる気はするな。マリルリがちょっとだけね、ガラガラ選出した場合、ちょっとだけきつい気はするんですけど、まあ、なんとかできるんじゃないかな。アシレーヌもメガネ持ってますし、ガラガラにダイマックス切らずに戦ってって、で、最後ダイマ、アシレーヌでゴリ押して戦っていくっていう形でいいかなと思うんで、これでいきたいと思います。で、パッチアゴンが早めに出てきたらパッチアゴンを早めに処理することができるんで、ポリ2で。うん、ポリ2で、パッチアゴンにはね、勝てるっていうのはもう分かってるんで、まあ大丈夫なんですけど、まあそれ以外がちょっときついよな。まあポリ2は、まあ、パッチアゴンには勝てるポケモンなんでいいんですけどね。ハチマキだったら負けるんですけど、うちの、あ、ウラオスか、初手。これさ、タスキかなんかによるんですよな。てかこれ、相手、水か。水流連打打ってきてくれんかな、ここ。水流連打打ってきてくれたらかなりアドなんですけど、相手アクジェプラスなんかかな。まあ、ここはトリックルーム張るしかない。意地っ張りのウラオスなら、インファイト耐えるんですよ。ハチマキだったら耐えないんですよ、これ。タマクハチマキだと耐えないんですよ、確定で。あ、オッケーオッケーオッケー。普通にこれ陽気ですね。陽気最速ウラオスなんで大丈夫です。で、ここは相手のビート D 下がって、まあ、トリックルーム張って、で、次何を打つかなんですよね。まあ、C 上がってるんで何でもいいんですけど、で、ここ、多分ね、アクアジェット一発耐えると思うんやけどな。アクアジェット一発耐えてくれると思うんで、ここはトライアタック安定でしょ。トライアタック安定なんでトライアタックを打っていきたいと思います。相手バックしてきても、まあ、なんとかなる圏内。で、ジバコ来たらガラガラ引いて、ボルチェンもさせずに、なんやかんやできるんで、まあ、ガラガラでいいかな。ここ、トライアタック、タスキかなと思うんですけどね、これ。タスキ臭いんですよ、この動き。あ、オッケーオッケー、タスキ。で、大丈夫大丈夫。タスキ、トンボ返りかな、相手。あ、凍った。凍っちまったな。あアド。ああ、アドです。で、ここはね、相手の裏に通りの良さそうな技、つったら、レッドビームかな？レッドビーム打っときましょうか。とりあえず、レッドビームで、動けないアクアジェットですね、ここ。アクアジェットでぶっ飛ばしてけで、ここはレッドビーム倒して、裏を突破。まあ、裏を突破したのはあんまり別に嬉しくはないけどな。トリルターンもちょっと無駄にした気はするんですけど、ここマリドリ出てきたら、ガラガラ、死に出しガラガラかな。ハルライコだったらちょっとやばいんですけど、まあ、なんとかなるっしょ。なんとかなるっしょ、多分。多分なんとかなると思いますよ。仕上がってるんでね、言うて。言うて仕上がったポリツー残してトリルも張られてるんで、相手視点はかなりきついんじゃないかなと思います。で、トゲキッス。で、ここね、何してくるんだろう。倒させてくれんかな、これ。レートビームで。で、足根出します。こいつ、死んだら。死んだら足、いやー、ガラガラ出しかな。どっちだろう。多分ピントレンズキッスなんで大丈夫なんですけど、ここから、地箱いたらちょっとめんどい気もしなくもないんですけど、あ、オッケー、ダイマックスね。ダイマックス切ってきてくれたのは、まあ、どっちかというとありがたいかな。まだトリル残ってるんで、で、足毛でワンパン圏内っしょ、言うてキッス。言うてキッス、いやー、ここ何言ってくるんだろう、マジで。ダイバン打ってきたら、あいつに下げます。ガラガラに下げます。ガラガラに下げて、ぶっ飛ばします。ガラガラでぶっ飛ばすのが一番安定なんで。で、結構ダメージ入ると思うけどな、言うて。あ、オッケーオッケーオッケー。ジャッコでも大丈夫っすね、こんだけやったら。ここはダイジェットで、まあ、とりあえず削られると。全然大丈夫っすね。急所にさえ当たらなければオッケーなんで、ここは。で、これね、ガラガラ先に出します。足で先に出し
アシルの方が大事に取っときたいけ、メガネなんでね。あいつダイマックス切らなくても強いポケモンなんで、ここはガラガラから入ります。ガラガラで、大ホローで倒します、ここ。大バーン打ちたいのは山々なんですけど、大バーン打った場合、アシレーヌのハイドロポンプの打点が下がっちまうんで、ここはとりあえず大ホローから入ります。大ホローで、ちょ、待って。ここはトリックルーム、あと一旦相手大ウォール持ってたら強いな。ここはまだ、いや、結局やもん、これ。結局っすよ、結局。結局なんで大丈夫っすね。で、ここで相手が大ウォール打ってきた、こっちも大ウォール打って、大マターンからして、で、それでなんとかできるって思うんで、勝手に。で、まあ、マリドリ言うてね、晴れ太鼓こいつの前で打つ余裕はないんですよ、絶対に。こいつ、打つ余裕は絶対ないし、まあ、晴れ太鼓マリドリやったら、一発足に耐えるんじゃないかなと思うんで、あ、大ウォール、じゃあこっちも大ウォールしましょうか。こっち大ウォールで間に合うんで、ここは。大丈夫。で、相手上から殴ってきますけど、ここはもう一回、大ウォール打ちましょう。こっちが大ウォール次打って、で、相手の大マックスターンを枯らしましょう。で、ここは大ホローで、いいっすね。大ホローだったら相手の B 差があるし、なんやかんや相手は突っ張りにくくはなると思うんで大丈夫。で、こっち大マックス切ってるんで、必須の急所でもね、耐えます。一発耐えるんで大丈夫。で、ここどうしよっかな。これさ、最後パッチラゴンだったらやばいんですけど、ここ、まあ、とりあえず大ホロー打つしかないもんな。ここ大ホローで。で、エアスラー、これ、急所当たんない方がいいな。急所かな、これ。あー、きっつ。っていうかさ、私、ピントレンズ気質のさ、攻撃、絶対急所当たるんですけど、急所以外当たらんかったことないんですけど、最近。絶対急所当たるんですけど。え、あれさ、50% ぐらいある？ピントレンズ気質の強運気質って。え、あれ、50% なのになんであんなに当たるんだろうってぐらい当たるんですけど、どうしたらいいんですかね。エースバーン、あー、Sバカー。まあ、ぼちぼちっすね、これ。勝てるか勝てないか分かんないぐらいっす、今。微妙な圏内。微妙な圏内。相手が不意打ち持っとうかどうかによるんよな、これ。とりあえずポルターガイスト打つしかないんで、ポルターガイスト行きます。で、不意打ち持ってたら死にます、ここ。不意打ち持ってたら死ぬんですけど、まあ、アシゲーヌがうまくやってくれるんじゃないかな。メガネハイドロポンプが強いんで。あー、オッケーオッケー。不意打ち持ってる。まあ、ガラガラはここで処理されて、しゃあないんですけど、玉かな。玉だったら結構やばいんですけど、玉の方がいいか、まだ。オッケー、玉で、まだなんとかなる。足で出します。足で出して、ここ何打とっかな。ハイドロポンプが一番火力出るんで、まあ、ハイドロポンプ打つしかないか。相手不意打ちは絶対ここ打ってきませんし、まあ、飛び膝も 100% ないので、ここは命中安定で、鋼技打たれたらここマジで、鋼技あるか、打ってくるなら。火炎ボール、これ、ギガインパクト持ってたらやばいっすね。ギガインパクト持ってたらやばいんですけど、ここはハイドロポンプを当てるしかないんで、勝ち筋が。飛び跳ねる、オッケー。飛び跳ねるか、まあいいや。飛び跳ねるで、まひらなけりゃいけます、多分。多分いける。多分耐えるよね、この HP。マックスだで、マックス。マックスあるよ、言うて。ちょ、待って、ここ当ててくれないとマジで負けるんですけど。耐える、まひらないっていうのもまず大事。耐える、オッケー。で、当てろ。ここ当てて。オッケー、当てていく。これは 100% 飛びます。激流圏内入ったメガネハイドロポンプは磁場コイルも余裕で耐えれませんと。はい。直気磁場庫も耐えれませんと。対戦ありがとうございました。足やっぱ強え。最後に取っとってよかった。最後パッチラゴンだったら、まあちょっとやばい試合だったんですけどね。まあスカーフパッチラゴンなら勝てたんですけど、スカーフじゃなかった場合がかなりやばかったんで、まあ今回はまあぼちぼちといったところで2戦目いきたいと思います。はい、2戦目やっていきたいと思います。2戦目か、2戦目の相手。まあ、初手これさ、アシレヌから入っていい気はするけどな。初手アシレ安定な気がするんで、アシレから入りましょうか。アシレガラガラポリツーとかでいい気がする。アシレガラガラポリツーで、まあ、なんとかなるんじゃないかな、この戦術で。多分、相手の構築は破壊できると思うけどな。ちょっとポリツーがちょっとだけ重い気はするけど、まあ、メガネアシレヌの、まあ、激流圏内ハイドロポンプとかやったら、まあ、ワンチャン倒せるんで、まあ、それでいっか。あんまり深いこと考えても仕方ないんで、これでいきたいと思います。対戦よろしくお願いします。よし、やっていくか。もう、てか、これの選手さ、相手の初手ゴリランダーで壊滅する気がするんですけど、まあ、いっか、大丈夫か、なんとかなるか、まあ、なんとかしましょう。ということで、まあ、やっていきます。対戦よろしくお願いします。で、初手さ、どうだろう、ポリツーバックが効くかな、ゴリランダーに。ポリツーから来るんか。オッケー。ポリツーから来てくるならオッケーですね。アシレーヌ対面は A しか上がんないんで大丈夫ですね。相手のポリツーダウンロードでも A しか上がんないはずなんで、多分。A よね。
映画があるんで、まあ、ここはいいとして、で、ここはね、どうしよっかな。バックしてもいいけどな、ここバックして、ガラガラ展開に持ち込むっていうのもありなんですけど、一旦ハイドルポンプで様子見ましょうか。相手が放電打ってきて、まあ、こっちの上からトライアタックか。まあ、なんとかなるっしょ。うん、オッケーオッケー。で、こっちハイドルポンプで上から殴れる。で、これさ、スバイス吹っ飛ぶんかな、相手。あ、オッケーオッケーオッケー、受け切れてない。ここはハイドルポンプレンダーでいっか。とりあえずハイドルポンプレンダーでいきましょう。相手再生打ってくるかな？どうなんだろう。まあ、この HP のポリゴン2取っといてもって感じなんでね、相手視点。なので、ここは、まあ、突っ張って再生打ってくるんじゃないかな。オッケーオッケー、同速。同速勝ち、ハイドルポンプ。でもこいつ絶対ハイドルポンプ外さんな。マジでかっこいいんやけど、私大好きやん、やっぱアシレーヌ。アシレーヌ大好きですね、本当に。ボリツーぶっ殺したしね。オッケーオッケーオッケー。で、まあ、被弾数は、ちょびっとやけん。まあ、大丈夫。まあ、焼けても何でもよかったんですけどね。ここミミッキュか。どうしよっかな、ミミッキュ。ミミッキュ勝とうと思えば勝てるんですけどね、足レで。まあ、でも、足レで一旦削っとく方が優先なんで、ここは、足レーヌ、まあ、とりあえずハイドルポンプ打つか。当ててくれないとマジ負けっすね、これ。当てないといけないです、ここ。ハイドルポンプの悪いところよね、命中85って。結構外れますね、言うて外れるんで、ここ当てないと負けっす。で、当ててください。お願い。ダイマックス切ってもよかったけどな、ここ。当てて。オッケー、当てていく。ちゃんと当てるよね。じゃあ、今日多分5、6回 ?7 回かな ?7 回多分この動画になってない分も合わせて、多分7回打ってるんですけど、7回とも全部当ててますね。さすが私のアシレーヌ。でも、なんか知らんけど、絶対レードは一発食らってます、こいつ。ここはね、アシレーヌ切っていいと思うけどな。アシレーヌだって他に仕事ないっしょ。ルガルガンぐらい、最後。ルガルガンもポリツーで見れますからね、ダイマックス。スポリツーで。なので、ここはハイドルポンプレンダーで行きましょう。相手は、ジャレ。オッケー。ジャレか。ダイマックス切ってこなかったっすね。まあ、切ってきてくれたらちょっとアドだったんですけど。で、ここは、ジャレ耳なんで、ここはポリツー出していいと思う。これさ、相手さ、ジャレ、ドンチ、影、ドンチ耳っけこれ。いや、でもドンチ耳っけ HP、1剣前だったら勝てるんですよ。1剣前勝てるんで大丈夫っすね。で、ここは、トリックルーム貼らないとダメなんで、トリックルーム貼っていきます。で、ドンチ、オッケー、ドンチ型、まあ、耐えますね。1剣前ミミッキュのドンチは耐えるって知ってるんで大丈夫。で、ここはね、どうしよっかな。ここドレインパンチレンダーだと思うんですよ。ここポリツーバックしましょうか。ここポリツーバックして、ポリツーバックさせて、ガラガラ出しましょう。ガラガラで倒した方が強いんで。ここは相手が影打ち打ってきたりとかしてきたらめちゃくちゃ強いんですけど、さすがにそんなことはないと思うんで、ドンチだと思いますよ。それか剣前。剣前かドンチなんで、ここ確定で。で、ここはガラガラ出して、ドレインパンチだと思いますけどね、ここ。剣の舞、やっぱね、オッケーオッケー。剣の舞、ドンチで、てかこれさ、相手さ、シャドウも2回打たれてどうするつもりだったんやろ。まあいいや。で、ここはポルターガイスト、大ホールを打つしかないんで、アッキミミッキやと思うけどね、こういう方。でも、まあ、ガラガラならいけるんじゃねっていうことで、まあ、なんとかするつもりなんですけど、私は。ガラガラならいける読みしてるんで、勝手に。いや、これいけんかったら負けるんですけどね。2剣前、大フォローはさすがにガラガラっつっても耐えないんで、まあ、なんとかなんないっちゃなんないんで、やばいっすね、これ。かなりやばい状態ではあるんですが、ここ、影打ち相手安定な気はするけどな。相手影打ちしてくると思うけどな、ダイマックス切らずに。影打ちで削った方が相手視点強い気はするけど、どうなんだろう、相手。いや、わかんねえ。私、ミミッキュ全く使わんけんね。ダメージとか、ミミッキュの立ち回り、そこまでわかんないんですよね。まあ、相手してて、ガラガラには影打ちって切ってくることは多いなーっていう感じはするんですけど、まあ、この、剣前影打ち、半分ちょい入るはずです、ガラガラには。6割、7割入った気はするんですけど、あんま覚えてないな。ここ影打ち？ダイマックスか、相手も。オッケーオッケー。ダイマックス。で、ミミッキュこれ倒せんかな、アッキミミ。HP にかなり振ってるんですけど、まあ、なんとかなるんじゃないかなって、圏内だと思うんですけど、大ウォール、大ホロー、大ウォールが相手視点一番賢いんで、多分それが、それしてくるかな、相手。大ホロー、大ウォール、大ホローで戦ってくるってこと。あー、やっぱ大ウォール、大ホロー、大ウォールですね。やっぱ、ミミッキュの戦法って言ったらそれしかないじゃないけど、こっちダイマックス切っちまったもんな、無駄に。まあ、ここは大ホロー打つしかないんで、大ホロー打ちます。で、ミミッキュ、どうしてくるんだろう。まあ、ここは大フォローで、ワンパンできんかな、できん気がする。抜群つっても。あ、飛んだ。強。強。ガラガラってアッキミミワンパンできるんや、ダイマックス、アッキミミ、HP マックス。あ、やっぱ強え、ガラガラ。ガラガラ強えわ。あ、強え、強え。
つえつえ、相手のダイマックスターン、もう終わったもん。あとはもう足、あ、リザーも勝ちですね。これ勝ったわ。これはイージーウィンス、多分。え、わかんねえ、これ。え、ワンチャン負ける説ある？え、そんなことある？負けたくないよ、私。まあ、大ホール打ちます、ここは。え、勝ったよね、これ。勝ったよね、これ。え、タスキリザでも、いや、タスキリザ、いや、負けん。絶対負けん。うん、大丈夫。ハルにさえしなければ足レーンで勝ちなんで。うん。タスキでも、リザで勝ち、うん、対戦ありがとうございました。よし。あー、なんか、イージーウィンできたな、2戦目。なんか、アシレーヌが強かったわ。アシレーヌがあんだけボコボコハイドロポンプあったらね、多分相手もね、なんかもう、なんもできんと思うよ。はい、ということで、まあ、2戦目終わりと、言ったところで、まあ、本日はね、これぐらいで終わりたいと思います。アシレーヌね、多分、今後ね、ポケモン10匹、上位10匹かな。今まで入った上位10匹、ん？上位10位以内に入ったポケモンたち消えていくんですけど、まあ、アシエヌはね、残るんで、まあ、結構強いかなと思います。で、パッチアゴンが残るんでね、まあ、そこだけちょっと微妙なところあるんですけど、パッチアゴン以外にはかなり仕事できるんじゃないかな。メガネ。まあ、あと、ニンフィアが強いかなと、私は勝手に思っております。今ね、エースバーンがいて、ちょっとニンフィア出しにくいところとか、ゴリランダーにグラスライダー2回打たれて死ぬとかね、うん、そういう感じなんで、ニンフィアちょっとね、出しにくいところあるんですけど、多分ニンフィア復活しますね。私の、まあ、好きな野獣門の1匹なんで、まあ、耐性はないんですけど特殊耐久はかなり高いんで、まあ、キッスとの打ち合いとかもね、まあ、大体勝ったりとか、まあ、ダイマックス汚いんですけどねこっち、まあ、勝ったりとかできたりとか、あとロトムとかがね多分また復活してきて、ロトムとかちょっとめんどくさい、見るのめんどくさくなると思うんですけど、ダイマックス大草原でワンパンとかね、大ストリームでワンパンとかそういうことができるんで、まあかなり強いんじゃないかなと思います。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。